で、マグネットマンで。マグネットマン HP 高いな。ここをなんとか一旦で行きたい。ロール。避けれなかった。20足んないか。やった。一回だけ曲がんだよな、あれな。さあ、これどっちも選びたい放題ですよ。どっちでもいい？ああ、左の方が良さそうだな。わーい。できれば真ん中の狩りに当てたい。はい。踏み込みたんだよね。で、アースクイックも届かない。踏み込みたん、ここなら当たるか。やーだー、これ足りるかな。ドリルアームか、足んないな、これ。ダメだね。いやー、どうすっかな。普通ならリセットなんだけどね、リセットしていいですかね。リセットしていいですかね。あんまりやりすぎると進行に影響を及ぼすから、リセットポイントなんだよな。ちょっともう、じゃあ次からは、やんないにします。敵は多分固定なんだよね。なんとか。まあ、キャノン。踏み込みトルネード。ああ、直でやっちゃった。いやー、ダメでしたね。結局変わんなかったな。あ、チップ持ってくるの忘れてるし。やる気がねえ。まあ、リセットなしにしますね。うわ、マグネットマンでここおかしいな。そんなにあれかな、遠く撃つようなのがないか。うわ、マジか。うわ、誰も当たんねえ。マジで？危ねえ。超ゴリゴリ。飛び道具持っててマジ助かった。で、ブルースの回復、これが回復取れればいいかなって。お、取れた。言ってみるもんですね。よしよし。あんま変わんないか。
うわー、鳥さんがいっぱいだ。ドリルアームってさ、後ろ行っちゃうっけこいつ。あ、よかったよかった。近寄ってきてくれると助かるんだよね。よしよし。さて、踏み込み B が B すげえな。どうしようかな。何も考えずにやった。当たったんだ。ひどいな。ワイルドソード結構効いたね。適当すぎた。マグネットマンの効いてなさそうな感じがすごいね。ここを開ければいいか。ここを開けてブルースでワイドか。ドリルアームの届かない NA スタックル。おらよー。うい、よしよし。で、ブルースのワイドソードであそこを開けてあげる。今何ターン？まだそんなにかかってないよね。じゃあワイド使うか。ワイド。こういう時にワイドを効かないからきついね。あー、くきゃな。おー、当たらない。バスターが当たらない。バスターが当たらない。バスターが当たらない。いでいでいで、足がしびれた。で、次のターンぐらいでなんとか倒せれば。ようこそ闇の巨園へ。シェルマン、今度こそ決着をつける。食事の時間にはまだ入るのがやむを得ん。いただくことにしよう。君のそのパワーを。行くぜ。てってって。うわぁ。どうすればいいんだ。シェードマンってどんな感じだったっけ？ロッキー。これバット一回曲がんだよな、こいつもな。くそ。でも300近くまで削ったから。まあ、いい感じ。シュードマンの攻撃も一発だけ耐えれる。ああ、回復しちゃった。嘘でしょ？回復するんだっけ？したとしても、余震波したとしても、そんなに回復する？じゃあ、総力戦ですね。
せっかく削ったのによ。うわ、当てられるかな。一番前に陣取って、あ、マジか。うえなんだそれ。でもシェードワンさ、最悪なんだけど、これバグりやがった。でも何ボタンがバグったんだあれ。あー、でも結構削ったな。何ボタンがバグって今ああなったの。R ボタンがバグってる。ゲームパッドもあれだよね、バグる率が早いね。待って待って、またバグってる。まあ、いや、もう一発当てれば終わりだからな。で、あれ黒攻撃が来るから、よしよし、ワンタンリベート。いやー、結構きつかったね。ワンタンリビルトだぜ。目標級フェーズ以内かかった。フェーズは8。オッケー。何度か達成できたな。オフィシャルからの成功報酬だ。シェドン、やった。S は汎用性高いからいいよね。ソードとかがのに組み合わせができるし。今回もこうしてインターネットネビラより解放することができたが、まだまだネビラには恐るべき力を持ったナビたちがいるだろう。マグネットマン、これからも俺たちと共に戦ってくれないか。お前の防御力、これからの戦いに必要になるはずだ。何言ってやがる。俺とお前はもともとアイルの中、今回はたまたまお嬢様が。でもすごい似てるけどな、カラーバリエーションもさ、黒と白でしょ、ん、赤白黒でさ、すげえ似てるけどな。ネビラの奴らには私もひどく迷惑してるし、最近の私のストレスの原因はほとんどネビラ。そうなんだ。その人たちのチームに入れてもらってネビラをぶっ潰してきてちょうだい。すげえ人ごとだよね、私のために。オペルトしないんだな。ぬぐー、仕方ない。理由はどうや、同じチームの中身になるわけだ。よろしく頼むぞ。次のナビは青系統がいいですね。君の固い守りが、あ、ソウルリンク。あれ、ブルースソウルなったっけ。なってないよね。そういうリゾンまだだよね。ネト君、僕たちもプラガースしよう。きっとみんなも待ってるよ。マグネットマンもね。なんでこんなことになっちまったんだよ。悲壮感が。みんなに悪いことしちゃったね。私イライラしててわけわからなくなっちゃう。当たり散らすのやめてほしいな。さすがにあの時はやばいで済むかな。それに元を立つば廃校に勝手に入った俺たちにも責任はあるんだけど、ここはヤイトちゃんちの私有地のはずなんだよな。そうそう、こうしてみんな怪我もなかったのし、聞けば私たちを助けに来てくれた光くんたちに力を貸してくれたそうじゃないの。とってもスリリングな思い出ができたわ。そう言ってくれるの、ありがとう。意外と素直ないい人ですよね。それじゃあさよなら、ごきげんよう、また会いましょうね。次の道もよろしく。ええ、ちょっと画像が今、画像っていうかあれが、画面が揺れたな。ドゥルルー、我々が占領したインターネットエリアを解放して回る奴らがいるようだ。つまらぬ邪魔が入る前に研究を完成させねばだな。光雄二郎、そろそろ教えてくれないか。そのもの知らん。我々には時間がないのだよ。あまり手荒な真似、手荒なことはしたくないんだ。君が託されたものはどこにあるんだ。ガウ。そうか、忘れてしまったんだな。随分と昔の話だから。だがこうすれば思い出すだろう。勝ち。バリバリ。うわ。我慢強いのもいいが、我慢をしすぎると命を落とすことになるぞ。1時間後にもう一度聞く。それまで思い出しておくんだな。クラウドマン。あ、クラウドマン。あ、ここに。我らに立てつくチームのナビどもが、もうすぐお前のエリアに積み込んでくるだろう。
承知しております。狙いは青い波だ。この位置に変えました。そっか、青い波が複数いたらロックマンって標的がいなくなっちゃうから、必然的に青い波が仲間になることはないのか。悲しいね。それじゃね、ウルトラゴージャスパフェ、すごそう。ウルトラゴージャスパフェって縦に長そうだけど食いづらそうな、そんなイメージがありますよね。持つべきものは友達だぜ。またご馳走してくれよな。いつもいらっしゃい。ヤイトちゃんも、あれだな、アニメの代表だとかなり嫌なやつだったな。バイバーイ。まだな。ヤイトちゃんたち、あ、そうか。第一はまだヤイトがいなかった。ヤイトが転校するとこだったな。やっぱり無理してるみたいね。お前らそうだな、あんまり頑張りすぎんなよ、ネット。ネットありがとう。ネット無視しちゃダメだよ。それじゃね。ソウルユニゾンの説明が多分入ると思うんだよね。パパ、光ネット。誰だ？誰だ？光ネットだな。なんだっけな、プロペラの、あれな、なんだっけな、名前が出てこない。誰だ、ネビラのペレーターか。ネビラ？心外だね、俺ってそんなに役に見える？俺何よ、だって過去にさ、テレビ局っぽいような人で、いたもんね。ワールド3だっけ、あれは。3だよね。なんだい、随分気が立ってみたいだね。まあ、場所を変えて話もしないか。なんだっけなぁ。こんなとこに連れ出して一体何をする気だ。ママ落ち着けて別に取ってこうってわけじゃない。ただ俺は君に、いや、君たちに興味があるのさ。俺たち、俺とロックマンのことか。そう、俺は君たちのテクニックが見てみたいだけさ。なんでそんなことしなくちゃなんないんだよ。そうか、それは残念だ。君のパパに関する情報を手に入れたっていうのにな。信じるかどうかは君次第だけど、どうすればいいんだよ。そんなに難しいことじゃない。このリスにプラグインして、リスの電脳の一番奥にいる、俺のナビのとこに、リスのナビが、リスのナビじゃない、リスの電脳が、ちょっと迷路っぽくなってんじゃなかったかな。そこのリスにプラグインすればいいんだな。行くぞ、ロックマン。その人の狙いが何なのかわかんないけど、パパの情報を知ってると言われればやるしかないよね。あと相手の、あのナビの名前が出てこない。ロックマン家で楽しみっしょ。ただここ、まんべんなく行きたいんだよな。メールだよ。エンザン君からだ。なんだよ、これからって時に。まあまあ、そう言わないで、ちょっと読んでみるね。先日のリベレーションミッションの際に、ロックマンとマグネットマンの間にある種の共鳴が生まれ、ロックマンが新しい力を手に入れたようだな。光博士の資料を元に調べてみたところ、ロックマンの魂、すなわちソウルが他のナビのソウルに共鳴し、共鳴したナビのソウルとロックマンのソウルが交わることで、そのナビの力を一時的に自分のものにできる能力、ソウルユニゾン。その力はこれからの戦いに役に立つはずだ。練習のプログラムを添付しておいた。一刻も早く使いこなせるようになっておけ。だって。添付してあるファイルを開くよ。急いでるけどこれは無視できないな。頼むぞ、ロックマン。まず、ソウルユニゾンするためには、ソウルに応じたチップを一枚生贄にしなければならない。生贄ってつまり捨てちゃうってわけか？そうだ、今ロックマンがユニゾンできるソウルはマグネットソウルだ。ならば電気属性のチップを生贄にすることによってソウルユニゾンすることができる。やり方はこうだ。まず電気属性のチップを選び、次にこのユニゾンコマンドを選ぶ。やってみる、光。はい。こんな風に融合することでユニゾンチップが完成する。これで OK を選べば自動的にそういうユニゾンが発動する。マグネットソウルは電気属性のチップをため打ちで使うと攻撃力が2倍になる。このため打ちで使うと攻撃力が2倍になるっていうのがいいよね。また B プラス左のコマンドで同じ列の前方の敵を足止めすることができる。さらに B ボタンのため打ちが前方の敵を目の前に引き寄せるマグボルトになるぞ。情報量が多いぜ。これでため打ちでしょ？強制だな。ああ。ソフトリセットになっちゃうからあんまり使いたくないんだけど。マグボルト。これさ、強制カスタムに入ってるように見えてさ、実は俺の LR ボタンがバグってるだけ？そうだよね。これがソウルユニゾンだ。うまく使えばかなりの戦力アップになる。
ただし無制限にいくらでもユニゾンができるわけじゃない。いくつか制限があるぞ。まず一つ目、レギュラーチップを生贄にすることはできない。二つ目、そのバトル中にオネリソウルには一度しかユニゾンできない。三つ目、ソウルユニゾンしていられるのは3ターンの間だけ。これらの制限を踏まえた上でよく考えて使い分けるんだ。で、あれだよね、ため打ちがさ、2倍になるもさ、暗転チップは確かできないんだよね。おお、そうだよね、やっぱ R ボタンが多分一点だな。マグネットソウル死ねえよ。そっか、 R ボタンはフラグアウトか。あ、いけるんだ。無視できるらしいっすよ。私はアメロッパから来たチップ商人ですね。私の持ってるチップショップで扱えないスペシャルチップです。だからこうやってこっそりと売ってますね。もちろんこの国のオフィシャルにも内緒ですよ。それにしても、レアカラーのララチューバーは日本でも大人気ですね。いっぱいあったチップみんな欲しがち大変です。おかげで持ってきたチップも残り1枚だけになってしまいましたよ。ここであったらもう何かの縁です。あなたに最後に1枚お譲りしますね。このラッキーボーイ、羨ましいです。おお、その顔の値段のことを聞きましたね。それはそうです。マネのこと大切ですね。それではお教えしましょう。通常の価格1、10、100、1000万、1万ゼリーのこのレアチップ。今回ご奉仕価格ズバリ2000ゼリーでのご提供です。これはもう買ってほしくないですね。買いましょう。さすがの規模はお目が高いですね。ダークサウンド。私の持ってきたチップ、これで終わりですね。やっぱり日本はいい国ですね。というわけでダークサウンドが手に入りましたが。まだ開いてないのか。ちょっと LR どうにかしないといけないな。新しいさ、ゲームパッドを買った方がいいかな。ネット波がひそ曲げて口聞いていけなくなってたな。どうしたらいいんだ。なんとかまた解体修理すればどうにかなるから。オラントって知ってる？無人島らしいんだけど、ちょっと面白そうだよね。なんか男心くすぐるっていうかさ。ね、ネット行ったことがあるの、いいな。そっか、ちょっとリスの電脳を今越す時間を考えてどうかなって今思ってんだよな。カレーライスって好き？俺カレーライスって辛いからあんまり好きじゃないんだけど、嫌いではないんだよね。でもカレーを嫌いな人っているのかな。給食でも出て、給食で出てもみんな残さずに食べるでしょ。それを考え始めると夜も眠れなくなるんだよね。嫌い。本当に嫌いなの。すごい、カレーライスが嫌いって人に始めたってよ。いるでしょそりゃ。いやー、ちょっと時間が早いんだけど、リスの電脳果たしてコスまでにどれぐらいの時間がかかるか。あと LR ボタンが結構頻、 R ボタンがバグってることにちょっとあれが不安があるんだよね。 R ボタン押すからさ、え、ワープするタイミングで。応援歌なんだよな。ほら、こうなるとさ、ちょっとなーって思っちゃってさ。今結局どうなった？今度エラル聞かないし。ひどいなこれ。ちょっとやめとくか。ちょっとやめますね。R 効かなくなったもん今度。ボタンが全然効かねえんだけど、どうすっかなこれ。ちょっと掃除で治るかな。じゃあ一旦終わります。お疲れ様です。さよなら。